大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、外国人最強レスラー決定戦 G シリーズ42回目、続きの方やってまいりましょう。現在見ていただいているのはいつものようにお手製の星取り表の方でございますが、青く塗っているところが本日行われるカードで、これで42回目で各レスラー7試合目全部ピタッと今回はハマりました、つまり、次回からが8週目、今回は7週目の最後ということになりますね、まず A ブロックと B ブロックの方が1試合ずつ、ハーリー・レイスとヘイスタック・カルホーン。さあ、ヘイスタック・カルホーンが勝って、単独トップとなるのか、混戦にもつれ込むのかというのが A ブロック見どころ。 B ブロックの方は、ドン・レオ・ジョナサン対ジョニー・スミスということで、ドン・レオ・ジョナサンが勝ってトップに並ぶのか、ジョニー・スミスが勝ってで巻き返すのかで、 C ブロックと D ブロックが2試合ずつ、ジェイソン・ザ・テリブル対プリンス・デビット。ジェイソンは結局言っていただいたコメントで教えていただいた、顔の、マスクの、コスチュームはまだ変えるには至っておりませんが、またいつかやりたいと思います。でもう1試合の方はスコット・ノートン対、ホースト・ホフマン。さあ、スコット・ノートン勝ってで、トップに並ぶかというとこですかね。あ、トップ並ばれへんねや、デストロイがトップですかね。25点で、巻き返し図れるかというところで、最後は D ブロックの方、グラジエーターとジョニーエース、低迷している2人が、浮上する足掛かりをつかめるかどうか。そして D ブロックも一つがレイ・ミステリオ・ジュニア対ゲイリー・オブライト。さあ、ゲイリー・オブライト勝つことできるんでしょうか、ということで本日も6試合お届けしてまいります。はい、というわけで早速やってまいりましょう。 C ブロックの方からですね、本日の第1試合、ジェイソン・ザ・テリブル対プリンス・デビットの試合からお届けしてまいります。試合開始です。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで今回は72名の外国人レスラーを一堂に会して、4つのブロックに分かれて総当たり戦、その各ブロックの上位3名が決勝トーナメントに進出し、決勝トーナメントを優勝したレスラーが最強外国人レスラーの名を手にすると、特にベルトはかかっていない企画でございます。全部で110回ぐらい行う中の今回が42回目、まあなんとか3分の1が、無事終了というか、まだまだ残ってますけどね、やっていきたいと思います。試合ルールは基本ノーマルルールの30分1本勝負、クリティカルの発生率が高いなんですけどね、前回前々回と試合12試合やって、1回も出ずということなんで、あんだけ出てたのは一体何だったんだっていうことになりますけどね。まあ一応確認したんですけども、設定は間違っていないはず。まあまあこういうこともあるだろうということで、進めていきたいと思います。サボクレフェリーはレッドシューズドゥーガン、5点方式で勝てば5点、負ければ0点、引き分けは2点ずつを分けて、リングアウト勝ちの場合だけは、4点ということになっております。ジェイソンが現在15点、プリンス・デビット苦しんでる現在5点ということで、点数だけで言うとジェイソンの方が圧倒的に有利ではありますが、プリンス・デビットもそう簡単にはこのままでは沈まないとは思うんですけどね。さあ、ということで、今日は特にプロレスの話題なんか喋ることは、ないです。あ、そうそう、レスルマニアね、もう今更感のある話題になると思いますが、ブロックレスラーが敗れたんですね。今日はブロックレスラーの試合がないので、で、何やったっけ、ドリュー・マッキンタイヤーという方が、どうもニューチャンプになったそうですね。全然知らん。なんかでもまあここにちょっと今画面見ながら、そのネットの記事を読みながらなんですけども、クレイモア連打し勝利、クローニンが WWE 頂点にということで、以前からいる人なんでしょうねということはだそうです。まあ僕が言うほどでもなく、皆さん
いやこういうことやでって、いうようなことでしょうけどね、ぐらいですかね。あと何も特にプロレスのネタは余談も今日は特になく、まあまあね、これは前回も言いましたけど、皆さん本当にコロナウイルスでね、もうさすがに、自粛要請とかまた出てるんですかね、緊急事態もまだこれ収録してる時点では発令してないんですけども、まあ今日緊急事態っていうのを発令するっていうふうに言ってるんで、もうしてるんでしょうね、まあそれでどうなるかわからないですけどもね、皆さんとにかくお互い気をつけましょうぐらいしかないんですよね。まあ何気をつけるって言ったんでね、でも生活せなあかん以上は出歩かないといけない。私の場合は、週に2回ぐらい出歩きゃまあなんとか生きていけるんですけど、まあそれでもこの間も生協さん、まあ、配達週に1回注文しておいた、食料とか、日用品なんかを配達してくれる方がおられて、で、まあ、決まった曜日に、決まった大体時間に来るんですけども、でその人とちょっと喋ってたら、やっぱり注文量は全体的に増えてるみたいですと、外出自粛言うてもその人らはもう出なあかんと、行かなあかんということですから、大変ですねと、まあ、無理なさらないでくださいねと言いつつ、でもね頼んでしまってますからね、それ頼むことである程度買い物行くのは避けられますからっていう矛盾が発生してるなとか思いつつね、多分皆さんもお仕事大変だといろいろ思いますけども、まああまり無理なされないようにということで、試合の方に集中していきましょうかね。さあプリンスデビットが意外とって言ったらしいですけども攻めているような気がしますが、さあ10分経過の声とともに狂気攻撃、ただ幸いなことにプリンスデビットの額は流血しなかった。これはプリンスデビットがこの試合何か運を掴んだのか、使ったのか掴んだのか、難しいところですかね。さあジェイソンは相変わらず腕を攻めていく状態、クリティカルがそろそろ出そうな気もするのと、あ、プリンスデビットでもあれですね、ちょっと腕伸びてる感じですねこれは。さあ徐々にジェイソンの腕攻めが効いてるのか、効いてるのでしょうね、それ以外腕が落ちる理由はない。これはもう落ちてきましたね。さあジェイソンはこれをこのままのペースで戦えば当然これはジェイソンの方が有利な展開、プリンスデビットはブラディサンデー決めてるんですけども勝てないという試合が多いので、他になんかフィニッシュのパターンがあったっけな、なんかでもギブアップ取る技もあったような気がするんですよね。さあカバーに行く、この口が開いたのをなんとかせなあかんですよね、まだちょっと手が開いたらやりましょう。さあジェイソンがこのうつ伏せになってるとやはり片腕の悪魔13という、まあ、ステップオーバーアンブリ、あっ、さあ後ろからの狂気攻撃でついにプリンスデビットが流血。さあ流血に加えて腕も耐久度がちょっと落ちているという状況、完全にジェイソンの方がうまく有利に試合を運べているということに。お、でもプリンスデビットがこれはフットスタンプかな、いやいや、なだれ式のバック、おお、これは大技決めた。さあプリンスデビット当然これはカバーに行く、ジェイソンは不死身ぶりを発揮、なんとか発揮、カウント 2.9 で返す。さあ勘抜き、でもこの一発はちょっとダメージ大きいんちゃうかな、プリンスデビットここでジェイソンに勝てば、ちょっと決勝トーナメント進出は難しいかもしれないですけども、ジェイソンを止めることができるという意味では大きな仕事となるはずです。さあジェイソンがゆっくりとコーナーに持たれたプリンスデビットに向かいますが、プリンスデビットこれを切って返す。さあここでバックを取って、うーん、ジェイソンに取られる、うわー、これはジェイソンにとっては、カモがネギを背負ってきた、いや違う、なんか言い方があるな、なんかそんなんですね。
さあコードブレイカー、ここは何持ってくる、バックを取るか、バックも、おお丸め込んだ、悪くない。ジェイソンは、うーん、ジェイソンはやっぱ受けに強いですから、あーブラディさんで決まった。さあこれは悪くない、リング中央、レフェリーも距離が近かった、どうだ、うわー、やはり一発では決まらないか。さあジェイソンがここで弱手に入るか、ハンマーパンチからのカバーいきます、カウント 2.9、 多分これぐらいでは大丈夫なんですけど、問題はこちら、このじわ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 来るのが、ギブアップを耐えたとしても腕が伸びましたね今完全にね。さあ痛む腕で逆水平チョップ、さあジェイソンこれはダメージが多少なりとも軽減されているのか。さあジェイソンらしく13日の金曜日っぽく行ってから STF、 これは耐えどころ、なんとか耐えたいプリンスデビット。ここで、おこれはフットスタンプが来る、規制を上げてのフットスタンプからのカバー、悪くないぞ、どうだ、さすがジェイソン、そう簡単に決めさせてもらえない。さあジェイソンがここで椅子の上にっぽく見えるフェイスバスター、これはプリンスデビットバンジキュースか、いやいや、あ今腕を取られてたら危なかったような気がする、なんとか耐えて、さあプリンスデビット次なる手は、にゃー、ショルダーアームブリーカーからの必殺フルコースと言ってもいいでしょう、これも、おお、これをプリンスデビット返す、いやープリンスデビット、ここまで来たらやっぱりちょっと勝たせてあげたいけど、ジェイソンも好きだから、いや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 、ブラディさんでが決まる、単発なのは仕方がない、さあどうだ、いやーやっぱり決まらんのか、この技のダメージはそんなに低いのかね。さあパワーボムからどうする、スピンキックかな、いや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 、そこはぶつかったらあかんやろ、目に血が入ったか、流血の影響が出たか、いやいや逆水平チョップで倒す。さあこれはジェイソンがペースを握ったと思いきや、まだプリンスデビット諦めていない。さあロープに再び走って、あーこれはあのあれですよ、棚橋のやつ忘れたあかん、あれな、何やったっけ、あれです、あれです、あー出てこない、あー多分今あれやんけっていう声がいっぱい出てると思います。あーこれはまずい、これはもうバンジキュースでしょ、いや耐えた、ロープに逃げ場もないけどなんとか耐えた。さあ僕が技の名前を覚えてなかったことが良かったのか悪かったのか、いや悪かったに決まってますね。ハイフライフローじゃなくてね、あれどうだ、うおーカウント 2.9、 何やったっけな、あかん、多分皆さんイライラしてるやろうな、愛してますじゃなくてまあいい、もう行こう、あどうだ、ジェイソンが踏みつき、うわカウント 2.9、 さあ試合時間いつの間にか22分。さあこれはプリンスデビット、ここまで粘ったならなんとか勝利が欲しい。さあ翼を広げて正面から組むが、これがやっぱりあかんな、あの時正面から組んだらさ、有効的というか、その有利に優先的に技を決めれるようにした方がいいと思います。あでも耐えてる、あー耐えられなかった、やっぱり、そして腕ゴロゴロ、プリンスデビット頑張ったよ、頑張った頑張った、でも名前の技の名前が出てこなくてごめんね、試合時間23分17秒、片腕の悪魔13で、ジェイソン・ザ・テリブルがプリンスデビットからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 100% でした。さあプリンスデビットがもう一勝できる日はあるのでしょうか、というわけで次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目となりますね、 D ブロックの方からザ・グラジエーター対ジョニー・エースの試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイ、さあ先ほどの僕が忘れちゃったプリンスデビットの技はスリングブレイドでしたね、言われたのは最近でもね、もう本当に記憶からいろんなことが抜けて、記憶脳からなんかいろんなものが、記憶力すっげえ悪くなってきたな、やばいですね、もう老いか、まあいっか、うん、ね、
現在グラジエーターが15点、ジョニーエースが10点ということで、ジョニーエース何事あれへんかったかな。ジョニーエースが弱くなったわけではなく、周りが強くなったのっていうのが考えれるのか。でもジョニーエース今回のシリーズでそんなに手を加えたような様子はしないことも、いやしてないと思うな。ちょっとだけしたかな。優先動作の枠が2つほどなんか余ってたので、そこをもしかしたらなんか、あこれも入れとこうみたいなことをやったかもしれない。そっかいらんことやったのかな。いやでもあんまりいらってないような記憶もあるんですよね。それこそ記憶が飛んでいってますから覚えていないんですけどもね。まあでもこれが現実、ここまで2勝4敗か、Dブロックですね。ジョニーエース2勝4敗、ウィル・オスプレイとレザーフェイスには勝ったものの、アンダーテイカー、レイ・ミステリオ・ジュニア、セット・デビアス、ゲイリー・オブライトに、負けるという。今言ったレスラーたちってジョニーエースの以前から、ジョニーエースが活躍してた時代、あれだけ強かったと言われるジョニーエースの時代にいたのでね、やっぱり今回のシリーズの前に手を加えたことが、悪い方向に行ってるのか、悪影響を及ぼしてるのか。もしそうならば、なんやろな、わからんな、いらんことやってもらったな。意外とね、このパイプロのやつは、あのロジックはね、シンプルの方がいい場合もあるんですよね。少しでもこう、長いことやってると、あれもこれもちょっとこう、付け加えたくなるとか、こう、複雑なことをやりたがるんですけども、やりたくなってしまうみたいなのは、否めないんですけども、それをやることの方が、結果、バランスを崩して、勝てなくなるとかっていうことはありそうな気もするんですよね。そうなのか、単なる偶然なのか。同じ対戦カードでも100試合ぐらいやったら、均一になってくるというようなことの、今それが偏っているだけということなのか。そうだとしたらジョニーエースちょっとかわいそうな気もしますしね。実力が発揮できてない。うわースタナも決まって、さあグラジエーターが順調に攻めていって、対角線ラリアット。さあジョニーエースこのままで終わるのか。今回で7周目が終わり、次回から8周目、全レスラー18名参加、72名を4つのブロックに分けて18名だから17試合、8試合、8周終わって半分、8周と半分で日程としては半分ということですね。ということを考えると、この7周目ぐらいで、2勝しかできてないというのは超苦しいですよね。残り全部勝たないといけないぐらい、前回もねその話しましたけども、過去のこういうリーグ戦をやったところでやった結果、そういう奇跡はあんまり見れてないんですよね。まあもちろんあのジョニーエース強すぎるからちょっと弱体化するなんていうことは一切、しておりません。もちろんねそれは皆さんに信じていただくしかないんですけども、信じるか信じないかは皆さん次第になるんですけども、さあグラジエーター対等に今戦っている感じですかね。でも飛びつきカッターがちょっと出たんで、ジョニーエースも攻めているとは思うんですけども、どうもこうペースが行ったり来たり。さあ10分経過でカウント 2.9、 グラジエーターがラリアットからカバーに、ジョニーエースは観客にアピールして、ちょっとペースをなんとか空気を変えようというところですかね。おお、飛びつき。この間あの
WWE の、まあ、その話もしましたっけど、レッスルマニアで無観客でやってるのを、パフォーマンスセンターですか、やってるのをちょっとだけなんか YouTube でハイライト的にも上がってたんですけども、やっぱり無観客ってやりにくいんでしょうね。それやったらそのエイジスタイルズとか、エイジスタイルズとアンダーテイカーがやったようなセットで戦う方が、割り切って観客なしでっていうのが成り立つんでしょうね、うん、ただまああの芸人さんとかで、あ、この試合中にこの話することじゃないな、芸人さんとかで普段からあんまりお客さんたくさんの前でやってない人は無観客でもあんまり関係ないっていうような、のもあって、それはまあそれで面白いなと思ったりするんでしょうね。プロレスでもだからあるでしょうね、普段から大きな会場でやってるわけじゃないというところですが、さあこれはどうだ、ジョニース返せるか、うわー、いらん話したから、いやグラジエーターがこれは褒めるべきですよね、グラジエーターを。いやジョニースなんかちょっとこう、なんかギアが狂ってるというか、どっか歯車が合わないというか、うん、ギクシャクした感じのファイトスタイルになってるのは気がするな。はい、というわけで、試合時間12分49秒、ハンマースロー式パワーボムで、グラジエーターがジョニーエースからスリーカウントを奪った試合でした。試合評価 85% ということは、グラジが余裕やったのかな。これハンマースロー式パワーボムって多分、ぶっこ抜いて持ち上げていくやつですよね。っていうことは普通のカバー系の技とあんまり変わらないダメージしかないはずだけど、決まってしまうということはね、圧倒的にグラジエーターの方が、有利だったのかもしれません。はい、もう終わったことは仕方ないので次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目いきましょう。 A ブロックの方からハーリー・レース対ヘイスタック・カルホーンの試合お届けしてまいります。試合開始です。ファイト。さあというわけでヘイスタック・カルホーンが現在25点、ハーリー・レースが10点ということになりますね。ヘイスタック・カルホーンが、ここまで全勝を挙げていたんですけども、前回誰に負けましたっけ、あ、ローランド・ボックに負けたんですね。で5勝を1敗ということで、でこれを勝てばこの A ブロック30点、でトップ、単独トップに立つということですね。現在7試合終わってですよね、7試合終わって25点のレスラーが複数いるんですけども、ヘイスタック・カルホーンは現在6試合終わった状態で25点ですので、ハーリー・レースが勝てば、単独トップ30点。これはもうあれですね、運というかこの試合の順番とかもちょっとあったりするけれど、ヘイスタック・カルホーンはちょっと有利と。あ、そうか、ヘイスタック・カルホーンって僕が、あれ、そうですよね、ちょっと待って、ヘイスタック・カルホーン僕がエントリーしたんでしたっけ。オーナーが、人数調整のために、エントリー したんですよね。もうそれすら分からない。いや違う失礼しました、大変失礼しました。最近それをこれに触れてませんでしたね。ヘイスタック・カルホーン、いやこれめっちゃエントリーしたし怒ってるやろな、ごめんなさい、本当に勘違いです。いやもうよう分からんようになってきてるんですよ。ヘイスタック・カルホーンを、あれ今ちょっとメモというかノートを見てるんでちょっと待ってくださいね。皆さん試合をお楽しみください。へが出る3秒前グレーラップ、あれヘイスタック・カルホーン、あーいたあ、ザ・シルバーさんですね、失礼しました。ということでヘイスタック・カルホーンはザ・シルバーさんがエントリーしていただいて、まさかね、まあこれはザ・シルバーさんもエントリーして、勝てると思ってなかったか、いやいやそんなことないか、ね、エントリーした方はやっぱりね、あの我が子のように、目に入れても痛くない存在のように、いい可愛いでしょうか、
やはり買ってくれることを願ってエントリーでしょうからね。そうか、俺がエントリーしたの誰？今更ともなる話ですが、ジョニー・スミス、ホースト・ホフマン、ゲイリー・オブライトの3名ですね。ホースト・ホフマンがね、今日ホフマンの試合ありますね。ちょっと楽しみにしてみましょう。あ、ジョニー・スミスの試合もあるやん。あ、オブライトの試合、あ、俺の日やん今日。俺の日やん。最近そのなんかそういうのを無視してやつ実況してたので、もうよくわからなくなってましたが、なるほど、まあ下順番で言うとエントリーしたのが下の方だと思う。さあということでこのカルホーンが、カウント 2.9 まで来ましたね。あ、でも試合時間7分でカウント 2.9 まで来るということは、ペース的にはヘイスタックカルホーンの方がペースを掴んでると言ってもいいのではなかろうか。いや今、うおー、いいですね、殴り合い。あ、ヘイスタックカルホーン今回あの好調なのはこの抱え上げ式のベアハグ、これが、好調なのかもしれませんね。まあ、あとこうやってカバーに行く、まあ、このカバーに行くの技が、カルホーンらしさを表現するのでのためには必要だと思うんで別におかしくないと思うんですけどね。カバーに行くと相手の気力を多分奪う、本当に少ないけども奪うはずなんですよね。だから何度もカバーに行く方が試合を有利に進める、まあ、この辺もそうですよね。そのバトビのボディープレス、ヘイスタックカルホーンがやると別にかっこいい、かっこいいというからしさを表現できますからね。それが気力を奪うことにつながっていて、気力を奪えるから、勝利数、勝敗で有利になっている。だからそれを打ち破るぐらいの攻撃をしていかないとなかなかこれから対戦する相手は勝てないというようなことになりますね。ただヘイスタックカルホーン自体はね、あの持ち上げれないこともないから、そういう意味ではなんとかなりそうな気もするんですけどね。さあ再び走って、あ、これはなんとか。しかしフラフラなのはハーディーレイスの方。ヘイスタックカルホーンはまだ、あ、スタミナゲーちょっと切れそうな。あ、このハンマーパンチもいいですよね。これは当たりやすいんですよ、このハンマーパンチは。純粋に強さだけを求めるっていう誰のモデルでもなくね、ってなるとこのハンマーパンチは一つ有効な技っていうのは、なんか昔このファイプロのことに書いてある、記事、ネット記事で読んだことがありますね。これを入れときゃだいぶ有利に試合展開ができる、試合運びができる、まあ、スタンドで必ず倒れる相手で出が早いですからね。ロジックで多めに振っといても、有効打になると。さあちょっとハーリーレースが何もさせてもらえない状態の中、ヘイスタックカルホーンの時間だけが進んでいるように見えます。しかしブレンバサ、これは普通のブレンバサ。さあこの場外戦、ハーリーレース望みます。ここで逆エビ固めにから入るハーリーレース、なんとかダメージを与えたい。ここの場外戦でもう一発、あー、サイドバス、あー、なんとかバックブリーカー、シュミット式じゃない方、ペンデュラム式、これを覚えてた。さあカウント13、あー、ペンデュラム式でヘッドバットから、さあさらに腰に追撃決めれるか。うわー、いいですね。ヘイスタックカルホーンの腰を攻撃してなんか効きそうな気は全然しないですけどね、見た目だけ。あー、連続で、これはおー出たー、ダイビング式のダイビングヘッド。あ、これはちょっとサムネ候補、勝とうが負けようが。さあどうだ、カウントが入る、カウント 2.9。 さあカバーに行く、ヘイスタックカルホーンが勝つか。うーん、なんとかハーリーレース逃れた。さあ、あれまで決めたんだったらちょっとヘイスタックカルホーンじゃない、ハーリーレース頑張ってほしい。ここでハーリーレースが勝ってヘイスタックカルホーンが負ければ25点で、横並びになるので、星取り票が面白くなる、このリーグ戦の展開として面白くなるのは、間違いないはずです。
さあ逆エビ固め、いいですね。この腰にダメージを追撃追加、ずっと上乗せできているはず。ただどれぐらい、このファイプロの難しいところは腕と足以外の首と腰どれだけダメージが溜まっているかがなかなかわからないというのが難しいところ。あ、これはどうだ、返せるか、うん、どうだ、カウント 2.9、 なんとか返した。さあここでハリネス何か技を、いやいや、まずい、これは走ってカバーに行かれる。レフェリーはそんなに遠くない、どうだ、うおー、なんとか返した。さあ試合時間はいつの間にか16分経過、間もなく17分というところ、折り返し地点はずいぶん前に通過。さあ腰にダメージ、このね、首、頭と腰は、そこの部位を抑えてゴロゴロしかダメージの蓄積具合がわからない。これはファイプロのなんとかしてほしいところの一つ、まあでもね、それを見えないからこそ楽しめるんじゃないかなというのは、まあいつも言う話でね、その話の流れでいつもモンスターハンターがやり玉に挙げられますが、まあそういうことです。さあどうだ、うおー、なんとか単発ではちょっとそう簡単に決まらないっていうのがなんとなく出てきたかな。いやでもこのハンマーパンチがね、うーん、いやらしいな、誰やこんなん作った。2.9、 さあハーリーレースに何か活路あるのか。さあヘッドバット、これでね流血でもすりゃな、なかなか流血しない。さあ逆指型、おお、うわー、やったハリース、やったやったいや腰へのダメージはだから蓄積されてたわけですよ、やっぱりわからないんですよ。いやー、よかったよかった。ちょっと唐突感はありましたけどね、なんか3つぐらい立て続けに決めてこれでフィニッシュになればいいですけども、まあまあヘイスタッカルホーン、自分の体重で自滅したというようなことも考えるし、まあその前にハーリーレースの腰じゃないや、ペンデュラム式のバックブリーカーで、重いヘイスタッカルホーンを膝にぶち当てて自分の膝を痛めてそうな気もしますけども、試合時間18分46秒、逆エビ固めでハーリーレースがヘイスタッカルホーンから、ギブアップを奪った試合でした。大興奮。さあ次の試合に行きましょう。はい、というわけで4試合目の方やっていきましょう。ドン・レオ・ジョナサン対ジョニー・スミス、ここから3試合はあれですね、私がエントリーした、ゾーンに入るわけですが、まあ関係なくやっていきましょう。というわけで試合開始です。ファイト。さあ B ブロックですね、ドン・レオ・ジョナサンが現在25点、ジョニー・スミスが15点ということで、 B ブロックの25点、上から数えて2番目ぐらいですかね。現在トップはブルザ・ブロディ、そしてテリー・ファンクの30点、ですので、ドン・レオ・ジョナサンがこれ勝てばブロディ・テリーに並ぶということになりますね。まあ各ブロックから上位3名が決勝トーナメントに進出というわけですから、この3名のままでいくとは思いませんが、この時点で、6周目が終わる時点では、この3人が、ということになると。それをジョニー・スミスが止めることができる。ジョニー・スミス頑張れ、点数も低いからね、応援してもいいかなというようなことですね。これね、ただ偶然なんでしょうけども、今、まあ、あのノートにっていうか、手書きで、僕がエントリーした3人が縦に並んでるんですけど、 B ブロックジョニー・スミス、 C ブロックホーストホーマン、 D ブロックゲイリオブライト、なぜか知らないですけども全部15点なんですね。まあ、あの接待プロレスをしたら、いいとこ、いい感じ、ですよね。完全に弱いわけでもなく、白星を献上しつつ自分もちょっと勝つと。6試合7試合目やから、これ3勝3敗なんか、ジョニー・スミスとかね、これはこれでまあまあいい仕事してるというか、まあまあこれがね最後までいいかどうか分かりませんけどね。さあというわけで、前回は確かドン・レオ・ジョナサンハイジャックバックブリーカーでギブアップを奪うという試合をやってのけたはずですよね。相手が誰だったか忘れましたけども、というわけでドン・レオ・ジョナサン好調と言ってもいいでしょう。まあ無冠の帝王と言われてましたけども、果たして今回
でもね、買ってもね、なんかベルトがない、まあ名誉があるぐらいなんですよね。まあ無冠というぐらいですから、こうなんか冠、まあまあ優勝でいいんかな。まあでもやっぱりベルトとかね、なんかタイトルをあげないと無冠というわけにはいかない。 Give up? いやーね、いやねというか、インターナショナルベルトをね、作るべきかなっていうのは、まあ、このシリーズ始まるときは、作らないって言ってましたけどね、やってる間にまた変わってくるかなと思って、作った方がいいかなとは思ったりもするんですよ。全くゼロではないんですけどね。このね、ベルトエディターもね、できたらいいなと思ってるんですけどね。これはね、松本智三監督と一度お会いしたことがあって、イベントでね、 PS4 版のファイプロワールドの発売イベント、でその時にはちらっとおっしゃってたんですよね。このベルトももっといいやつが作れるエディターが装備されるようにっていうような、まあその時はまだダウンロードコンテンツを生んでてなんていう細かいことはなかったですけど、多分構想には上がってたんでしょうね、スパイクジュンソフトの中で。まあ、当然優先順位、その頃はバグがどうこうとか、いうことの方が先だったので、多分もうなくなってしまったでしょうけどね。それがだからもしかしたらね、できてたらと思うんですよね。ファイプワールドの、まあ、ベルト の, そのデザインとかにあんまこだわる方では僕もないんですけども、ある程度パターン化されてるんですね。そのベルトって言ったらどういうの、要はその金の部分、金色とか銀色のね、あの鉄の部分中華、それと腰に直接巻くあのベルトの部分で、そのお互いの形状が8パターンぐらいやったかなあって、一応合うようになってるんですね。まあ鉄の部分が A やとしたら、ベルトもそれと同じような形に合う A っていうのが、で必ず一緒じゃないといけないことはないんですけども、やっぱり不自然な形になるものもあると。でそこの、鉄の部分とベルトの部分、腰に巻く部分と、鉄の部分、それぞれある程度色が設定できると。この要素はだから3つなんですね。形、鉄の形とベルトの形とあと両方の色だから、それを、まあ、当然このシングルのベルトとか、ノーマルのタッグベルトとかっていうのを作っていってますから、同じパターンにするとなんか嫌なんですよね。なんかこれは違うやろうと思ってしまうんで、ところがかっこいいなと思う色だ、形、パターンを最初に取ってそういう風にやっていきますからね。あとはなんか自分があんまり気に入らないデザインばっかりが残っていくっていうのはあるんですよね。だそれが問題だから、エディターができたらそのインターナショナルベルトも作っていいかなとか、あと、スターダムと新日本プロレスのベルトも一応あるのはあるんですよ、新日本プロレスの IWGP のベルトもあるし、スターダムのなんちゃらっていうベルトもあるんですけどね、それはもう僕は全く使わないっていう主義主張、青年の主張でやっており、青年じゃない、おっさんの主張でやっておりますので、そこはやっぱり WMW のベルトじゃないと。ただそのね、新日とスターダムのベルトはかっちょいいんですよね。あれをだからこっちで作れるエディターがねできたらなと思ったりするんですけど、まあそこまでは結局いかないでしょうね。スパイクチューンソフトが明言しているように、パーツクラフトモードと技クラフトモードが出た時点で一旦、おしまい、開発は終了というのが今のところ出てる情報ですからね。まあ それでも結構長くやってくれた方だとは思いますけどね。だからその本当にプレイヤーに、松本智三監督がおっしゃってたプレイヤーサイドの方に開発というものをバイプロの開発を預けるというようなことをおっしゃられるのであれば、ベルトもいじれたらなとかね。あと、入場のじゃない、何やったっけな、この間これもできたらいいのにとか、パフォーマンス、あれも技に含んでくれるんでしょうねみたいなことを言ってる方もおられましたね。それはそうですよね。僕はあんまりこだわらないですけども、
パフォーマンスも技クラフトモードクリエイトモード技エディターでいじれるようになりゃもっと面白いですよね。新しいレスラーが出てきても全く対応できるということになりますからね。まあ楽しみですがどうなりますか。一応今年中ということですね、4月、あと残り8ヶ月9ヶ月ぐらいか、8月か4月の頭ですからね。まあじっくり待つとしましょうね。さあというわけで試合時間15分経過。さあどうでしょう、ドンレオジョナサンのね腕が伸びてないんですよ。伸びてないのにこの技を出すということは、これはジョニー・スミスちょっと、急ぎ勇み足と言いますか、どうだドンレオジョナサンのナチュラルな攻撃がジョニー・スミスをどこまで痛めつけているのかが分かりにくい。ジョニー・スミスとしてはしっかりと腕を痛めておいて、痛めつけておいてこういう大技に入りたいんですけども、さあエルボードロップも決まる。いやドンレオジョナサンがちょっとやばいか。うおーカウント2でいける。やっぱでもちょっと腕落ちてますね。試合終盤になるとジョニー・スミスは、あまり腕を狙わない。で3カウントを狙える技などを出すということが、あーおおおやっぱりクリティカルはちゃんと機能してたぜ。そしてドンレオジョナサン強えぜ。私がエントリーしたレスラーは投げ飛ばされました。いやー試合時間17分33秒、ドンレオジョナサンの必殺技、ハイジャックバックブリーカーで、哀れジョニー・スミスは、台風の木図に消えて、台風の木図じゃないな、台風の風にぶっ飛ばされていったと。これドンレオジョナサンのこのハイジャックバックブリーカーとブロックレスラーの F5 ブロックと違いました。一緒やん、やってんのもう。あまだやってない。あこれはちょっと台風対決っていう地味なちょっと僕の見つけた、なんか偉そうに言ってる感じだけど、ブロックレスラー対、ドンレオジョナサン同じ B ブロックなのでいつか実現しましょう、実現する日を楽しみにしましょうというわけで、試合評価 91% でした。はいというわけで次の試合に行きましょう。はいというわけで本日の5試合目となりますね、 C ブロックの方からスコット・ノートン対ホーストホフ、今変な間がありましたね、スコット・ノートン対ホースト・ホフマンの試合お届けしてまいります。行きましょう、試合開始です。ファイさあというわけでスコット・ノートンが現在20点、ホースト・ホフマンが15点ということで、C ブロック、スコット・ノートンが好調だったのがパタパタとちょっと負けて、20点、 C ブロック現在トップが25点で、5人じゃない、ごめんそう、デストロイヤーが27点でトップ、それを25点で追うのが5人もいるということで月壁ということですね。なのでスコット・ノートンこれで勝って25点になったとしても、まあなんとかちょっとっていうところにしかならない。対するホースト・ホフマン、私がエントリーしておりますが、3勝3敗、接待プロレスとしては、悪くない成績ですが、まあこれだいぶ前にねコメントいただいたあの方があって、ホースト・ホフマン自体は全日本プロレスに来てたけどもそれほどこうすごく強かったというわけでもない、まあ上手いレスラーであり、ババとジャイアントババと対等に、渡り合えるというような、レスラーだったけども決して無類の強さを発揮したというわけでもないですよねっていうコメントをいただいて、それはちょっとなんかホッとしていいのかどうなのかよく分からなかったですけども、まあまあそれだったらということでしょうね。まああのプロレスというのは難しいもんでね、そのレスラーがどれぐらい強いかっていうのは本当に強いかどうかっていうことよりもその時代時
際にそのレスラーを見たファンの方が決めるというようなところありますよね。最強伝説とかっていうのはそういうことでしょうね。本当に強いかどうかは別として、うん、なのでその団体が売り出して無理やりなんとか強くしてるっていうところに騙されてるけども、だから本当は強くないけどもファンはみんな強いと思ってるとかっていうレスラーもいるでしょうしね。誰とは言いませんけどね、まあ、その逆はたくさんありますもんね。本当は強いんだけども会社が売る気がないから、あんまりっていうね。あの全然話変わりますけども、レッスルワンが、もうラスト興行を終えて今後所属していたレスラーがどうなるんだっていう話が、出てると思いますが、吉野っていう選手レスルワンの中でもかなり上だった方です。あんまり僕レスルワン見なかったので詳しくは知らないんですけども、まあ全日本プロレスの方に、登場するっていうようなことが決まってる、まあ、それが所属なのかフリーで、定期参戦なのかその辺はまだわからないですけども、そこまでちょっと僕も詳しく調べてないですけども、ただまあね、それは全日本プロレスとしても、レスラーが多い方が、まあ、数が多い方がいいのは間違いないですし、吉野としても吉野他何名かのレスラーも職場がというか稼ぐところがあるっていうのは安定してねあるでしょうし、なかなかフリー一本でっていうのはよっぽど何か特出した能力がないと厳しい世界なんでしょうね。さあというわけでもう試合の方に集中していきましょうか。スコットノートン20点、まあこれはでもお互い組んでからの勝負になりそうですね。飛び技も寝技もフォーストホフマンの方がやや寝技でこうちょっと有利な技があるかな。スコットノートンはもう確実に組んで、潮流ボムを決めれるかどうか、まあ、一応ラリアットとかも出しますけども、あれはねあんまりこうダメージがありそう、本当はあるんでしょうけどね、あんなこんなぶっとい、腕に殴られたらそりゃ効くでしょうけど、やっぱりそんなになんか効いてるようなイメージはないっていうのは振り抜いてないからかな。振り抜いてるないこともないんでしょうけど、他の、まあ、スタンハセンを出すのは引き合いに出すのはね、反則かもしれませんけども、それに比べるとっていうのはちょっとあるかもしれませんね。さあそう言ってる間にフォアラリアットですね。まあ聞いてないことはないんでしょうけど、ただ一撃必殺というわけでもない、ただまあその分数は重ねていきますからね。もうトムバーズ。さあというわけでホーストホフマンとしてはちょっとこういう寝技ですね、寝技でスコットノートンからダメージを稼いでいかないといけない感じなのか。密着技はどっちかっていうと、あ、そんなん言ってたらキャメルクラッチ出すやろ。さあバック、バックを取れんねんけどな。さあじわじわとスコットノートンの方がこれで、ダメージを与えるということをホーストホフマンにとっては、かなりよろしくない展開、ペースを明け渡してしまってる。さあ足を攻める、うわーいいですね。スタミナがでもかなり消耗してるような感じが。さあバックを取って、おお、これいつまでも技の名前覚えへんな。さあ足を痛めつけています。ホーストホフマンの時代にやってる頃はまた先とかそんなぐらいの技だったんですかね。ちょっと複雑な感じで入るけども結局やってることは、関節を伸ばすというような技だったような気がしますけどね。今のあれはあれ誰がやってるの、ちょっと黙りますね、ごめんなさい。Give up? ウィル・オ
スプレーじゃなくて、あいつですよ。ほんと最近お何が来た、あ、ダブルアンスロペッツか。ちょっと今ノート見てたんで、ワン、ツー、あれ誰やったっけ、バス運転じゃなくて、あー潮流ボム決まった。ちょっとそっちも見たい、どっちも見たい。どうだ、うーん、さすがに一発では決めさせない、あ、ザック・セイバー・ジュニアでしたね。今ザックが多分使う技ですよね、あれね。ザックが出てこへんや、重傷やな。さあお互い得意技を言ってる間にザックの技を、ただこれはニアロープ。うーん、スコット・ノートン足な、足はもともと遅い、移動速度が遅いはずだから、足を痛めつけて機動力を奪うっていうのは悪くないと思うんですけど、あーちょっと今日は出てますね、よく出てますね。さあこのザックの股先ザックの股先っていう噂の名前にしたおく、あーというところで、これはあーちょっとどうだ、これは返せるか、うおージャックハマー、あーもう一歩、あー連続で来る、これはこれは放送法版きついかもしれん。返せるか、どうだ、うわー2連発、なんとかもう一発いくか、もう一発いかせない、逆にダブルアームスープレックスを決める。そうか、ホースト・ホフマンのサイドスープレックス、本当はカリリンズリフト、あれがさっき出たんかな、それだと一発で決まるかもしれませんね。あー、ここでスコット・ノートンがスタミナ切れで、ここで足を取っていく、ザックの股先、ザックの股先が効けますが、んー、なんとか耐える。さあ、あーこれはスタミナも奪われてる、連続で来る、そちらがジャックハマー連続なら、こちらもザックの股先を連続。さあスコット・ノートンどうなる、バックは取れない、いやーサイドスープレックス、カレリンズリフトが出た、しかし場所が悪い。さあ今がチャンス、ホースト・ホフマンとしてはチャンス、スコット・ノートンのスタミナが多分切れてるはず、あー再びジャックハマードスン、カウント入らない、ニアロープ。さあお互いここで痛めつけ、あーおトンは強い。いやーホストホフマンあれな、リング中、あーでもそれでも決まらんかったかな、試合時間19分3秒、スコット・ノートンが潮流ボムですね、抱え上げてのパワーボムで、ホストホフマンを KO ということですね。これでスコット・ノートンは、再び、トップ戦線に返り咲きと言ってもいいでしょう。25点、これはまた後ほど見ましょうね。というわけで、次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の6試合目、最後の試合になりますね。デイブロックの方からレイ・ミステリオ・ジュニア対ゲイリー・オブライトの試合行きましょう。試合開始です。ファイ。さあというわけでレイ・ミステリオ・ジュニアが10点、ゲイリー・オブライトが15点ということで、点数で言うとゲイリー・オブライトの方が上なんですけども、どんな試合展開になるやろうな。いやちょっと私がエントリーしたレスラーが、2連続負けということですので、2度あることは3度あるなのか、3度目の正直なのか、さあ果たしてどちらでしょうか。バカは死ななきゃ治らないっていうのもね言いますけども、バカは死んでも治らないって言ったりしますからね。なんとなくふと思っただけで特に深い意味はないですよ、レイ・ミステリオ・ジュニアもオブライトも別にバカではないですよね。いやーゲイリー・オブライトがこのクリティカル以外でこの間誰でしたっけ、誰かに普通にか、普通にとかじゃない、フルネルソンスープレックスで勝ったんですよね。アンダーテイカーに勝ってる、すげえな。あ、テッド・デビアスにも勝ってる、そっ
そうか、アンダーテイカーに勝ってんのは疑ったら、あ、ほんまに負けてる、あ、勝ってるわ。っていうことはゲイリオブライトまたちょっと可能性があるかもしれない、ないかもしれない。ただなんていうんですかね、そのこう振り子がこう大きいというか、当たり外れが大きいというか、勝つ時もあるけどコロッと負ける時もあるみたいな感じですかね。ただまあ今回レイミステリオジュニア、サイズがちっちゃい S サイズなので、多分技が返されにくいとは思うんですけどね。ゲイリオブライトが組んでしまえばバックを取ることができればスープレックスが決めれそうな気がするんですけどね。まあ、この間その、フルネルソン高速フルネルソンスープレックスだったかな、あれでカバーに行って3カウントきっちり奪いましたから、与えるダメージについてはやはり問題はないんでしょう。やはり一級品の殺人スープレックスということは間違いない。ただそれが出せなかったり、タイミングが悪かったり、出す前に、やられたりっていうことがあるんですよね。こういうのはやばい気がするぞ。大丈夫か、グッと捕まえておいてほしいけどな。あー、でもはずかされてんな。さあ場外戦、これはレイミステルジュニアをネタに追いかけない。いや、レイミステルジュニアやっぱりね、619が怖いんですよね。試合序盤だとレイミステルジュニアがそのロープに投げるっていうロジックが多めであったとしても、ファイトスタイルとして合わなかったらそれを返すとか、ロープに投げられてもそこで踏ん張るとかっていうのをゲイリオブライトがすると思うんですけども、これ試合終盤になるともう関係なくなるんですよね。体力が減ってるともうそれもできない、ロープに投げられたら、帰ってくるという試合展開になる。これですね。ああ、もうほらこうなってきた。これを返せていればレイミステリオジュニアとしては不利な試合展開になるはず。それをまともに食らってしまう状態になりそうな気がしますね。いや、それにしても早いぞ。もうちょっとロープを掴んで我慢してくれよ。おかしい、お前はそんなはずじゃない。改造人間ブライダー、おお、でもおお、出た。いやー、しかしどうよ、疲れてる、スタミナ切れ。再びバックを取って、バックの取り合い、どうだ。おお、あー、やられた。あー、ちくしょう。ギロチンドロップ。さあ試合時間まだ8分30秒というところですが、早くも明暗を分けるか。おお、いいですね。エンドレスジャマ、これはいい。もう一発いく、エンドレス。おお、ここでフルネルソン。いやー、これが、ただね、あのエンドレスジャーマンっていうのはね、どれだけダメージ与えてるかっていうのは分からないんですよね。リターンズの時にない技ですから、通常のジャーマンと同じぐらいのダメージ与えれているんであれば、めちゃめちゃダメージ与えてるはずなんですよね。でもそうじゃないような気もするんですね。やっぱ繋ぎ技として、多少のダメージが与えているぐらいで、そのエンドレスで次に繋がった技で、フィニッシュを狙うというような形になってる、設定されてるんじゃないかなと思ったりもするんですよね。あー、どう、裏から7。おー、こういうの怖いな。あー、ちょっとターンがレイミステルジュニアの方に変わってきた。投げられる。さあ、なんとか立った。スタミナをちょっと消耗して、あー、ダメージを与えてるな。さあ STF どうだ、これで決まってもおかしくないか。にゃー、決まらんのかよ。体力は奪えてると思うんやけどな。気力を奪う。あー、いいですね今の。あー、これはいい、同時にスリーパー。気力が多分多少でも減っていくはず。これを繰り返していきたいですが、スタミナ切れか、動かない。電池の切れた。おー、あー、リバースフランケンシュタインな、叩きつけられる。さあこっから、まずい、619が来るぞ。これはまずいぞ、まずい。ほら来る、まずい。ゲリオブライト、どうだ。そのままラーマヒストでリング中央、綺麗に丸められた。あー
からもう分かっててやられるのだ。3立て食らいましたね。試合時間12分29秒、あ、早かったですね。ラ・マヒストラルでレイ・ミステリオ・ジュニアがゲイリー・オブライトから見事スリーカウントを奪った試合でした。試合評価 98%、 ダメージは多分与えて体力は削ることはできたけども、気力は全然削れてなかったんですかね。はい、というわけで、いつものように星取り表の方に行きましょう。はい、というわけで本日の結果を踏まえて星取り表の方を見ていきましょう。青いところが本日行われた試合の結果、赤いところが次回の予定でございます。 A ブロックの方は2試合じゃない1試合行われて、ハーリーレイスがヘイスタックカルホーンから勝って、カルホーンがついに2敗目25点で1、2、3、4、5人並ぶということですね。で、B ブロックの方を見ていきましょう。B ブロックも1試合で、ドンレオ・ジョナサンがジョニー・スミスに勝って、これで30点で、このドンレオ・ジョナサンも3人、テリー・ファンク、ブルーザー・ブロディと30点でトップに並ぶということですね。で、C ブロックの方が2試合行われまして、ジェイソン・ザ・テリブルがプリンス・デビットに勝って、これで20点。で、もう1試合がスコット・ノートンがフォース・ホフマンに勝って25点。ただし、現在トップは、デストロイヤーの27点ということで、かなり混沌としているということには変わりはないですかね。最後 D ブロック2試合行われました。グラジエーターがジョニー・エースに勝ってこれで4勝目20点で、レイ・ミステリオ・ジュニアがゲイリー・オブライトに勝って、15点ということですね。D ブロックは一人勝ち、スティングの35点を誰が止めるのかということで、次回からこれで、全レスラー7試合終わって8周目に入るということで、まあ中盤戦と言ってもいいぐらいになるんですかね。はい、ということでどうなりますか、今後もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら励みになりますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。相変わらず審査中で収益化ができるかどうかはちょっと微妙なところになっている気がしますが、皆さんの一つ力で、よかったら収益化のためにチャンネル登録よかったらお願いします。というわけで今回はこの辺でお別れです。ではまた。